鳥取大学は、鳥取県鳥取市小山町南4丁目101に、本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、鳥大。旧西洋名古医科大学、鳥取高等農業学校、鳥取主犯学校等を母体とし、1949年に、新生大学として発足した。鳥取砂丘で砂漠化などの研究を行う。 農学部関連の全国共同研究施設、乾燥地研究センターを持ち、砂地での農業研究、20世紀なし研究などを行っている。また、地域コミュニティの政策、文化、教育、環境について教育研究する地域学部を要する。地域学部、農学部、工学部がある鳥取キャンパスは鳥取空港から徒歩で約15から20分タクシーで 約5分と極めて近い。学部生、5173名。大学院生、1026名。計6199名。知と実践の融合上気の理念を実現するために、人間力はどうだ。というキャッチフレーズのもと総合的で、人格的な能力である、人間力の向上を目指した教育グランドデザインが、策定された。鳥取大学の学部、研究科を卒業。 終了して得られる学位は以下の通りである。学部級、学芸学部、教育学部。1988年に従来の教員養成系の課程に加え、新課程の総合科学課程を設置。教養部廃止に伴う教官の移動の影響から、1999年に教育学部から教育地域科学部に改称。二千四年に定員交換により、 教員養成課程を、林県の島根大学教育学部に移し、地域学部となる。これにより、旧市販学校系の教育学部としては、ナルト教育大学創設に伴い総合科学部に転換した徳島大学を除き、全国で唯一教員養成系教育学部の旗を下ろした。地域教育学科は創設されたものの教員養成を目的としなくなった。ただし、 教職課程自体は残っており、また付属校も教育実習校、教育研究校として今日まで存続している。2017年、地域政策学科、地域教育学科、地域文化学科、地域環境学科を地域学科に再編。研究科21世紀 COE プログラムとして2件のプロジェクトが採択された。グローバル COE プログラムとして二件のプロジェクトが 採択された。中央図書館乾燥地研究センター、大学環境帝のみ記す括弧内は、締結年月日。大学の総合力の強化を目指し、既存の団体を包括する組織として2011年4月に設立された。基本理念として、出身学部の区別なく、鳥取大学との関わりを持つことができるよう書く。 同窓会組織の伝統と自主性を尊重しつつ、相互に補完し、柔軟な運営を目指す連合体であることを挙げている。会長は友松康夫。ありがとうございます。